はい、美術で日本を元気にする集華堂の田中です。絵画骨董買取プロの田中です。この美術の窓の10月号に、小松茂美とその学問第4回ってこの神崎先生の、連載が、ございます。この小松茂美さんっていう名前をですね、ご存知の方は、まあ、あまりいらっしゃらないと思うんですけれども、小松茂美先生はですね、もう亡くなられてますが、日本の古い文字というのは平安時代からまあ明治までの文字ですね、今の日本人はまあはっきり言えばパーになっちゃったので、あの昔の文字が読めないんですが、1900年にですね、実はあの昔の文字の読み方を教えなくなっちゃったんですよ。それまでは小学生にも昔の文字の読み方を教えてたんですね。だからあの昔の小学生は、まあ、江戸時代のものを多分読めたと思うんです。例えば、まあ、よくあの北斎なんかの春画にですね、あの余白のところに変なセリフがいっぱい書いてありますよね。あれ今の日本人も読めませんけど、あの頃明治の頃の小学生たちはみんな、まあ小学生っていうのも変だけども、春画のあの書き文字が読めたんですよね。ひらがな、今あの昔のひらがなほとんど読めなくなっちゃったでしょ。でその読み方をちゃんと体系立てて学問にしたのがこの小松茂美先生という人ですね。これ大学も出てない先生なんですけど、自分流にちゃんと勉強して学問にしてですね、で東京国立博物館にあのちゃんと、学者として勤めて弟子をたくさん育てた人なんですね。でその先生たちが、まあ、九州博物館とかいろんな、根津美術館とかところの、まあ、館長さんであるとか学部部長さんになっているですね、日本美術を見る上でのその文字ということに関して、まあ、非常に大きな仕事をされたんですね。でその方の一人の角田先生が、まあ、私どもの、まあ、顧問的な、ことをやっていただいてます。でその中の一人、神崎先生も小松茂美先生の、まあ、お弟子でいらしてですね、小松茂美先生のことをここで語ってます。説明ばっかり長くなったんで、あの中身についてはちょっと触れる時間なくなりましたけど、まああの、書というものがですね、文字というものが日本の美術でとっても重要なので、ぜひですね、こういう、まあ、読むものを読んでいただくと、まあ、とってもあの大事なことが分かると思いますので、ぜひお読みいただければと思います。ということで、なんだろう、買取のことだったらですね、まあ書、まあ絵のことでも、まあ書ですね、書についての買取のことであれば、平安時代のものであれ、江戸時代のものであれ、明治のものであれ、ぜひですね、こちらの方にお問い合わせください。はい、ありがとうございました。